アドルフ・ブーゼマンアドルフ・ブゼマンは、ドイツの航空技術者で、超音速の空気力学のパイオニアである。抗体翼のコンセプトを導入し、後に、アメリカに渡った後、衝撃波の発生しない、ブーゼーマン服用機を、発明し、エリアルールの開発を助けた。ドイツのリューベックに生まれた。ブラウンシュバイクのキャロロ・ウィラミーナ・テクニカル・ユニバーシティで、工学の博士号を得た。 マックス・プランク研究所に入所し、ルートビヒ・プラントルのチームに加わった。プラントルのチームには、セオドア・フォン・カルマン、マックス・ムンケア・ヤコブ・アッカートがいた。1930年に、ゲッティンゲン大学の教授になった。戦争中は、ブラウン・シュワイク研究所の所長を務めた。交代翼の概念を1935年に、ローマで行われたボルタ会議で発表したが、 超音速の空気流れを扱った論文は、当時の航空機の性能からは、かけ離れたもので、実用的な価値のないものだと考えられた。ブーズマンは、研究を続け、抗体翼の効果は、線音速の領域でも有効であることを示した。ブラウン・シュワイク研究所の所長として、抗体翼の風洞実験を行い1942年までには、多くの有益なデータを集めた。 高速機の必要性から、抗体を機き、メッサー・シュミット・メピー1101の試験飛行が行われた。第二次世界大戦が終わると、カルマンやトシアミ・シュエイ・シェン、ヒュード・ライ・イデン、ジョージ・シャイアーからなるアメリカの空気力学研究者のチームがドイツを訪れ、ブラウン・シュワイク研究所を5月7日に到着した。この研究所で抗体翼のデータの重要性に気づいて、 アメリカの航空設計の変革に寄与した。終戦間際には、ブーズマンは、デルタ翼の周りの空気の流れを研究した。1947年にはアメリカに移り中の、ラングレー研究所で研究を始めた。ラングレー研究所で、ソニックブームの研究を行った。揚力は発生できないが、超音速でソニックブームを起こさず、効力も小さいブーゼマン服容器を発明した。 1963年にコロラド大学の教授となったコロラド州ボルダーで没したありがとうございます。